鈴木県政になって初めてとなる知事・政令市長会議が開かれ、静岡が抱える課題について共有されました。午後4時半ごろ、静岡市内のホテルに顔を揃えたのは鈴木知事と静岡市の難波市長、浜松市の中野市長です。持ち回り制のため、今回の冒頭の挨拶は難波市長から。問題が山積をしているわけですけれども、その解決のためにはですね、やはり県と市の連携というのは本当に大事になってきますので、しっかりとした意見交換させていただいてですね、いい方向に持っていければと思います。鈴木県政下では初めての開催となるトップ三者会談。もともとは川勝前知事の時代に始まり、 G3 サミットとも呼ばれていました。静岡市は私は政令指定都市としては失敗事例と、失敗事例と公の席で失敗と断じ、これは断じて私は安価できません。静岡市政のことに口出しをしすぎているのではないでしょうか。私たちも名誉がありますから、言葉を選んでください。知事と近しい権限を持つ政令市のトップによるハイレベルの協議が本来の目的でしたが、必ずしもそうはならず、逆に火種を生むことも。当時は浜松市長の立場で参加していた鈴木知事、今日は力を入れているスタートアップ支援や静岡が抱える課題について県のトップとして意見を共有。会談は1時間ほどで終了しました。今日はこうやってしっかり時間を取って、議論ができたというのは非常に意義があった、意義深かったというふうに思います。作ってきた原稿を読み合って以上終わりみたいなのが多いんですけど、今日はそういうのが一切なくてですね、本当に自分の考えを自分の言葉で語り、意見交換をするという非常にいい場面だったと、いい会だったと思います。非常に和やかに、そして非常に有意義なですね、限られた時間ではありましたけれども、お議論ができたのではないかなというふうに思います。今後もしっかり両政令市の皆さんと連携しながらですね、県政発展に取り組んでいきたいと思います。